ル4のマスで成り立っているよ。さあかかってきなさい。身の程を知らない。王冠マークがあるのは君主カード。水滴の数字はそのカードの君主の HP が0になるとバトルは失敗。剣の数字はそのカードの君主の攻撃力のデフォルトは0。これはデッキだよ。ターン開始時、デッキから自動的に1。これは手札。どのバトルでも君主カードを先に出さないと。君主をフィールド上に出そう。フィールド上の青マークは味方ユニット、フィールド上の赤マークは敵。手札をフィールド上に出そう。忘れるところだった。カードを出すと AP。 これは AP。 君主以外のカードをフィールド上に出すと四角の数字はそのカードを出す。もう一度手札をフィールド上に出そう。今出したのはヒーローカード。バトルのメイン、このターンで出したヒーローは1ターン後に行動できるよ。AP が切れてしまったからこのターンを終了しよう。フィールド上のユニットは毎ターン1回の移動と1回の。フィールド上のヒーローをドラッグして移動しよう。フィールド上のヒーローをドラッグして攻撃しよう。ヒーローカードと君主カードは君主を移動しよう。 AP はターンごとに1ポイント追加されて、今2ポイントの AP を持って手札にあるリリスを出そう。コスト2のヒーローじゃ何も怖くないわ。私がもっとコストの高いヒーローカードを使って教えてあげる。相手のヒーローカードが強いけど忘れないで、君主を倒すことこそが。どうバトルするか分かったかな。敵の君主を攻撃。負けた。そんな。勝ったよ。おめでとう。月はパトリシアを倒したんだって。でも俺の分厚い障壁を突破できるかな。しまった。このまま黙ってし、強力な SSR。 手札やフィールド上でカードを長押しするとカードのスキル説明を見、手札を長押ししてスキル効果を見よう。ドローしたカインをフィールド上に出そう。君を傷つけたくはないんだ。諦めてくれ。私は恐れないわ。さあカインを移動させてスキルを発動しよう。くっそー、悪魔たちのためなら絶対に負けないぞ。なんですって。諦めないで、まだドローできるよ。どうすればいいか。毎ターン1回へ。初回は 2AP 消。デッキを上にスワイプしてドロー。魔法カードだ。このマークがあるのは魔法カード。魔法カードは出した直後に効果が発動。魔法カードを長押しでスキルを見よう。危うい状況だったけど、どうやら勝負は決まりそうだわね。雷神を出して敵の阿飛を消滅させよう。カインを移動させて敵の君主に近づこう。敵の君主を攻撃。
あら？フィールド上に。さすが！観察力があるね。相手が置いて札はセットカードとして出す。セットカードを出した後、セットカードは、私たちも試してみよう。手札にあるバーバーヤーガを出そう。手札にあるエノクを出そう。セットカードは敵を惑わせる一部のスキル効果から逃れるの二つの効果。セットを使いこなすのはバトルする上でとても重要なの。的確な判断をすると有利になるから。カードのバトルで表向きのカードは全部消滅しちゃったけど、セットカードは、ただし注意、セットカードに対し自分でセットカード2枚のセットカード決めた。攻撃！くそー！でも敵を惑わせることには成功したね。2枚のセットカードのうちステータスが高いヒーローを攻撃力4の、こんな時は大胆に一丁。敵のセットカードも移動することができるよ。セットカードをタップして選択。もう一度セットカードをフリップするにはセットカードをドラッグして移動しよう。セットカードを選択してタップし、もう一度タップし、敵のセットカードに攻撃。よかった、当たったみたい。エノクを移動しよう。エノクを使い敵の君主に攻撃しよう。ラウンド開始時、初期手札の交換ができ、選んだ手札をデッキにカードをタップすると交換マークが現れるよ。確認後、交換を完了しよう。よろしくね。こんにちは。高校はハンデとして進行の結晶を使うと、そのターゲットがいらない魔法はフィールド上にドラッグするだけで使えるよ。このターンでは 2AP 持ってるよ。手札にある猫股を出そう。なんですって？どうして猫股が？相手は君主スキルを使ったの。各君主ごと時が来た。自分の力を感じてみて。君主を長押しで君主スキルを、左下の君主のアイコンをドラッグして君主スキルを発動させよう。基本的なバトルルールは以上。これからは自分の力で戦う。